美味しそう。あ、いい音。一人前のもつ鍋だって、もう薬味いっぱいやん。まあ、ペロって食べれちゃうと思うと安いよ、ね、どうもなんとこと、キュウです。なかなかない絵面ではございますけども、今回はね、あの人の名酒場でございます。東大元暮らしということで確かにね、はい、いつもゲスト来てもらってるんですけども、今日はもうカメラやってもらってるね、龍の名酒場を紹介しようと思います。ということで、今回紹介するお店がこちら、バリスタさんです。バリスタさんっていうお店がね、大久保駅から歩いて1分ぐらいのところかな、すぐ近くじゃないけども、まあ来てるね、本当に通ってるね、通ってるよ、ね、冗談抜きで。何回か連れてきてもらったことはあるけど、冗談抜きで通ってて、九州地方の料理がいろんなありつつも値段も安いし、お酒もね酔いたい時にかつて酔えるという、そんなお店でよく来てて、今日は龍の名酒場を紹介しようかなってのに来ました。まあまさかこんな会があるとは思わなかったけどね。確かにね、オープニングで俺らが横並んでること自体がないからね。そうだよね、本当だよね。めっちゃ変な感じだと思うけど本当に好きなお店です。ぜひ本編見てもらえたらと思うので、行きますか。早速行きます。行ってきます。めちゃくちゃ珍しい画角俺とリュウが横になる。たまにはあったけど、こんながっつりはないけど、とりあえず乾杯しましょう。今日よろしくです。よろしくです。ゲストですか。ゲストです。今日はいただきます。うん、うまこれもうまっ。うまい、最高。これはしかいつもの 1.5 倍テンション高い気がする。あ、そうです。まあまあ通い慣れてますもん。通い慣れてますね。まあ俺は来たことあるけど、どういいのここは。まずね、立地駅まで1分かかんないでしょ。30秒ぐらい。カウンターがあるから一人でも来れるけど、テーブル席、ソファー席いっぱいある。シチュエーション問わず。そう、朝4時までやってるし、使い勝手がめちゃくちゃいいのと、じゃあメニュー紹介のところそこも話そうかな。メニューはね、こんな話でございますが、まあこれ食べたね、前まずのもつ鍋1人前からいけます。確かに珍しい。で、種類もいっぱいあるの最高。めくっててほしいんだけど、なんか悩むじゃん、みんなでどこ行くってなった時に、鍋あるいの肉あるでしょ、揚げあるでしょ、魚もあるでしょ、で、串もあって、鉄板もあるでしょ。食べてこいってみたら確かに幅すごいな。こっちはお酒か。本日の方にめっちゃお酒てみんなでどこ行こうか、何食べたいみたいなの割れちゃったとしても、ここ来れば何でもある。マジで使い勝手がいい。そして美味しい。いろんな意味含めて使い勝手がいいやん。そういうこと。立地、席、メニュー、うん、裏がおすすめのドリンクっていうので、まあ、あれは今日7時以降やからあれないけども、ハッピーアワーもやってて安い。これがね250円であるらしくて、ビールだから半額以下になってるけど、これがねあるって感じです。夏季限定か。これ結構な頻度も限定かなったりする。なるほどね。でもさ、使い勝手いいけど、やっぱ味もご飯めちゃくちゃ美味しい。野高くんも連れてきてるし、 それこそおぎしょとかはじちゃんとかいろんな工場人物をね連れてきてるけど、みんなでよく来るぐらい美味しいので、今日は楽しみにしてました。ということなので、俺は今日はあんまりあえて調べてません。逆に龍に任せようと。なんとなくは分かってるけど、じゃあいろいろ注文していきますか。はい、龍セレクトです。今日は龍いっぱい喋りますから頑張りまーす。まあ何行きますかね。ここだけでも相当あるからな。何でもあるからね。よく食べるのここだと、まあユッケかカツよく頼むし、めくってもろて餃子は絶対頼んでる。これうまかった記憶ある。ユッケも美味しい。てか鶏手あるのも熱いな。ご当地のやつがあるんやね、九州料理全般。へー、餃子は行こうよ。うん、でも琉球も食べたいです。やばいやばい、結局俺の好みになってる。いいですよ。悩みますが注文していきます。とりあえず第一陣ね。ただ待ってる間にね、組織で紹介します。こちらザクザク醤油の高菜冷ややっこのお通しバージョンと。これその時だけで変わるの。結構ね、週の中で聞いても変わってる時あるから、変わる頻度高いと。いつもではないや。そう、これめっちゃうまそうや。普通に酒飲めそうやけど米にも乗せたいな。焼きの感じがいいね。おお、味がしっかり酒飲み塩で濃そう。はい、こんな感じになっております。いただきます。いただきます。うまっ。うん、うまいよこれ。めっちゃうまいな。うまい。この高菜何これ。多分ラー油よね。うん、食べるラー油みたいなの混ざってて、でも辛くない。最高。うまみとごま油のコクがすごい。これ合うわ。これめっちゃ美味しい。ちょうどプレモレやからさ、味わいが華やかやったらすごいこれ合うわ。これうまっ。え、これグランドメニューでもあるから頼めもするってことだよね。あるけど、前来た時はなかった気がするから、この夏で増えたのかな。めっちゃメニューが増えるんだね。店内にもメニューがずらっと並んでて、メニューもあるし、あえてね、ずらってあるきびなこのカルパッチとかね、他にもあって気になるの多いですね。
や、これめっちゃうまいわ。これで飲める。これ普通におかわりありえるわ。安いし、3杯で。調子が変わるのは最高なんだよね、通う人からすると。ちょっと香ばしい感じもいいわ。焦がしいな感じ。そう、焦がしな感じで。いや、この後楽しみだな。次来ましたよ。香りすごいんやけど。そうね、届いた瞬間から。これでも自分食べたことないでしょ。そうだね、夏季限定だから。ですよね。龍のおすすめ行きますとか言ってしょって俺が食べたいのですからね。こちらおすすめのところに書いてあった鶏ハムと青唐辛子のパクチーサラダ。パクチーの香りがめっちゃエグい。すごい入ってる、めちゃくちゃモリモリ。てかこれ600円で安いよ ね。パクチーってこんな入ってたらなんかもっと高いイメージだけど。すごい高いよね。ハム、あ、これか。楽しみ。 100% パクチー苦手な人は無理なやつだけど。パクチー好きなんだ。すごい、思いの他のボリューム。マジでこの匂いがすごすぎる。ありがとう。じゃあこれちょっといただいていこうと思います。いただきます。うまっ。マジでこれ辛いな。いや、そうやん、無理やん。いや、俺今全然気づいなかったこれ。いや、めっちゃ好きだけど、めっちゃ辛かったですよ。やってくれましたよ。俺はもう、トミハムとパクチーのサラダって今ずっと頭に入ってたから、めっちゃ青唐辛子の存在を忘れてて。これめっちゃ辛いよ。割とね。これ結構青唐辛子入ってるわ。しかもこの辺の種も結構あるし。やってくれたよね。もてなされてないな。そうや。ほんまに。でもこれはカレーの好きな人はめっちゃ好きだと思う。なんかね、ドレッシングがさっぱりしてるんやけど、ちゃんと辛みもあって、でもパクチーの特有な臭さもありつつ、すごいお酒飲めるんやけど。いや、そうなんよ。ずっと俺も口辛いから。辛い。いや、これすごい美味しいので、これも良かったら食べてください。味は美味しいよ、とっても。とっても美味しい。お酒食べましょうか。次頼もうかなと思ったけど、リュウがまた説明したいところがある。説明させてください。あのボトルっていうのがあるんですか。この焼酎ボトルが押せるんよね。少人数とかだと金宮から飲んで、好きなお茶のね、飲み物からお茶選んで飲むと好きな濃さにできるし、余っちゃってもボトルキープができるお店だから。1ヶ月間ね、金宮のボトル頼んじゃうのが気楽に飲めてみんなで楽しいかなって思うので、頼みます。金宮が2400円らしいので、外とかこの辺を考えてもだいたい3000ぐらいかな。ちょっとそうやね。まあ飲むし行くか。じゃあこれ行きます。ということでね、ありがとうございました。これね、ありがとうございます。あ、デートしんで今日撮影してくれてる子がね、お酒飲めないんで、これ今日撮影がいたらすごいよ。まあ食うんだよね。1本ぐらいは。これが3品で2400円で、氷とかね1人当たり200円。ピッチャーで緑茶とかウーロン茶とか選べないけど、今回はピッチャー一緒なので、じゃあこの辺を作ってくれて飲もう。まあ濃いめで。濃いめ。もうちょい。もうちょいでもいいかな。ありがとう。来ない。大丈夫。大丈夫。辛さが勝ってる。これさ、怖いよ。なんか水持ってるみたいになるから。結構怖いぞ。たまち。ありがとう。すごいすぎるさ。あ、まあ、なんか感心する。緑茶濃い、濃い。美味しい緑茶だよ。すごい味しっかりして濃い。なんか抹茶濃い。抹茶に近い濃さしてる。うん。追加で注文したので紹介します。こちら三つ取られました。他にも花みたいのあるんですけど、まずこれ明太入りのだし巻き卵。これに関してはもう龍セレクトですからね。大好きなやつ。あとこれ琉球っていうやつで、大分の郷土料理なんやけども、新鮮な鮮魚の切り身を特製の醤油ダレで漬け込みましたっていうあてですね。でもこれ最初に龍がぜひって言ってたんやけども、うん、福岡の鉄鍋餃子でこれ自家製のラー油がねつけて食べると、おいおい、これも九州旅行やないか。全部ここで住めるからね。何トライとか悩むけど、温かいのから行きな。餃子おすすめですよ。これさっきのやっぱりのっけてもうまそうやで。バリスタのこのラー油はね食べれる。旨味の方が強いと。なるほど。これをここにね、こんなもん。入れすぎでしょ。あ、入れすぎ。こんなもん。これそれぐらいでありがとう。美味しそう。あ、いい音。鉄鍋餃子って本当無限に食えるからな。一口サイズまでいいよね。うん、こんな感じのサイズ感です。で、これをこう乗っけて戻って。うまそう。いただきます。うん、うん、うん、羽根結構厚みがあるガリガリ系やね。食感がうまい。うん、すごい食感がしっかりしてて、これうまいわ。でもラー油がいいアクセントだよ。あー、濃い酒がたまらんのよ。そうよ、多分俺の 1.5 倍ぐらいはそのまま。
うん、最高。確かに、意外に君はいける気がしてきた。次も行きますか。明太もあったかいですもん、確かに。いや、でもこれ駅近くにあるのは嬉しいわな。よし、じゃあ、やったー。こういう感じか。あ、大葉なんや。へー、すごい。中にこんながっつり入ってるんや。じゃあこれ乗っけて。大葉の香りがするね。結構すごい入ってんね。パンパンだね。パンパンやな。大葉も総勢量あってびっくりしたわ。中身食べてます。中身ですか。じゃあ、いただきます。あ、うん、そうでしょう。美味しいでしょ。美味しいんですよ、ここの料理は。うまい。これ前菜の出汁巻きよくあるけど、入り方いかつい。めっちゃ入ってる。おば、めっちゃいい味してる。これなんか俺が嬉しい。出汁巻き卵にあんま言うことじゃないけど、ちょっと清涼感ある、うん、大葉に、まあね、大葉のおかげでね。けどやっぱ出汁の旨味とか明太子の塩味とか、味は濃いけどなんか後味の清涼感も不思議な感じする。これめっちゃうまい。これ上手ですね。やめてもらって、そうするでしょ。これでも、だし巻き卵は家でもやるし、言うと思ってもやってみようし、大葉と明太子。大葉おすすめ。相性いいよね。うん、ほんまに美味しい。これすごいわ。いや、大葉入りすぎじゃない何を魚に今飲んだの。コメントね。コメントで。当てにね。あ、なるほど、ありがとうございます。こういう感じなんだ、みんなは。新しい感覚を今享受してる。これも行くかね。この琉球ね。じゃあこれを。うわー、これだってもう薬味いっぱいやん。いいとこで気づいてきました。俺のバリスタの好きなところは全部薬味が超多い。確かに。うまそう。やってください。日本酒とか飲みたくなるな、これ。あ、でも米欲しなるな。炊きたての米で食いたいね。いきます。うん、あ、タレが甘くて濃厚やけど、微妙がすごいまとめてくれてる。何これ。薬味が香るよね。本当にみんなに来てほしい。本当に美味しいよ。細長い両側はよく食べるけど、輪切りというか食感残るよね。海鮮のサイズ感と薬味がめちゃくちゃ合ってるわ。全然一生が強すぎに。らしいですよ。うまいね。ちょっとまあ行きますか。ボトルなくなるの分かる。そうやな。進む味してるんだよね、全部。結構多いかな。いやでも俺半分ぐらいでちょうどよかった。お茶が濃いから。いや、そう、裏返したら怖いんやけどさ。確かに摂取量は変わんないからね。この濃さでいったらピッチャー大体6杯分ぐらいかな。そうだね、確かに。ちょっと濃い。いや、うまいわ。茶がうめえ。ジャスミン茶とウーロン茶は正直分からんけど、この緑茶味濃いけど甘みあるから、なんか、うん、お酒多少濃くてもいけるね。あそこは甘さが際立っててうまい。美味しいっす。ということでね、次頼みました。チキン南蛮なんですけど、ハーフというね。良心的ですよ。お店でハーフをやってくれるのでひとテーマですからね。なぜかチキン南蛮だけハーフあるっていう。他はない。俺はもうみんな頼みたいの。あ、そうなんだ。美味しいから。リュウこれご利用しやったからね。大好き。あともう一個がこれ、例の一人前のもつ鍋。でも一人前めっちゃあるんですよ。なんか割と二人前ぐらいあるけど、まあ、いろんな味があって、普通に醤油とか塩とかもあるし、辛塩とかいろんなのがあって、お店は塩が推奨って書いてあるんだけども、リュウが味噌が好きということで。味噌です。お店のおすすめって書いてある。塩も美味しいんだけど、それはいろいろ試した結果、味噌が一番うまい。白味噌やから見た目がね。これは多分もうちょっと時間がかかるので、こっちからいくか。ちなみにあの白米250円でありました単品。ハーフと白米でどんな作れるの。確かに500円くらい、うまそう。いただきます。いただきます。うん、やわらかっ。本当に美味しい。ちょっとあっさりなタルタルよね。うん、きゅうりとかなのかな。うまい。結構なんかあっさりさがあるけど、チキンがめっちゃジューシーで、衣が気持ちあっさりかも。一人一人で食えた。うまこれ。ちなみに車での間におかわりしますんで、これ3杯目です。ノーバル2杯目ですから。まあ、任せてください。まあ、プロお願いします。これなんか追加で頼めるんよね。野菜だけ、もつだけとか頼めて。昔はもつを追加しまくってたんだけど、おじさんになってからはずっと野菜をおかわりしてる。でもなんか思ったより量あってびっくりだわ。ちなみに締めもできるから、ちゃんぽん麺とか。お米と麺が選べる。いいね。じゃあもうちょっと待ちますか。はい。これはでも確かに結構なくなってきたぞ。いけるって。結構いけるかもしれん。
うまいな、茶がうめえな。これぐらいだったらリュウさん曰くいいらしいので、釣らしてください。ああ、でもありがとうございます。他の種類も食べてほしいんだけど、味噌が美味しいよは伝わると思う。でもさっき白かったけど、やっぱこうちょっと溶けていくと色味がちゃうんだよ。あーごめんね、突然的に熱々チャレンジ。いやいや、俺どれだけやってきてると思ってるの。余裕や。結構具沢山で野菜もしなりしてきたんで、いただきますか。豆腐一口は危ないって、本当に。でもお前豆腐ないねんな。いただきます。食べてほしい。うん、全然くる。うわ、下の感覚どっか置いてきたんですか。危ない。はい、うん、うん、あー味噌うまっ。もうこれすぎる上品なお味噌か。うん、パレットとかごぼうとかね、野菜の甘さが出てるというか、もうちょっと煮詰めていくと味噌感強くなるけど、うん、おかわりするときに煮詰めて濃くしたい人もいるけど、スープ飲みたいなっていう人もいるじゃん。ああ、ユウとスープ足してくれるの。へー、だから本当にずっと好きなもの、野菜だけとかモツだけとか楽しめる。良心的でしょ。モツの旨味あるけど、野菜の綺麗な甘さというか、あとお味噌も上品じゃないけど、すごく昭和が取れたお味噌鍋って感じ。育てたくなるわ、いろいろ自分好みに。うん、美味しい。あー、うまいね。一人前で頼めるんやったら嬉しいな。これとお通しがあって、米とか行って、あとちょっと 1,2 杯とかを、それをハッピーアワーとかでやったら1回250円やから。カウンターのお客さんとか今まさに一人鍋。そうやね、そう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 、すごい。だから使い捨てがいいの、冒頭にも言ったけどね。いや、うまいっす。ちょっと安かんですけど、ユウさんにもついでもらおうかなと思いまして。あるんだ、取っていてね。そのまま龍のさじ加減でね。いやいや、それもうリュウさん差し見てたから。あ、でもリュウさん差し加減で、まあまあこれでね、7杯分ぐらいかな、この濃さでいったら。あんまり多分ね、濃く感じないとか、だから怖いんだけどね。まあ怖い。でもすごくお茶が美味しい。今来たのとね、一緒に飲もうと思うので、次行ったらお茶。これもまあリュウが激推ししてたんだけど、野菜も明太焼き、福岡の定番人気メニューっていうことらしくって、山芋はね、某チェーン店でもやっぱりありますけど、不動の人気ですから。某チェーン店のは混ぜてくスタイルだ。確かに。ここのはもう焼き上がってて、ふとして食べるんだけど、本当に美味しいのこれ。まあ、もはやね、これを食べさせたかったのである。本当にマジマジマジ。甘芋やからね、ペロって食べれちゃうと思うけど、むしろなんかパンケーキみたいな、ほんま。ちょっと危ない。いや、アホやるか。ほんまに断面がさ、フレンチトーストみたいな、なんかふわふわ味あるな、これ。明太子めっちゃ入ってる。いただきます。フンフンしなさい。あ、うまい。うん、あ、うまい。もう重量感がある。ふわふわないけど、密度のあるパンケーキみたいな感じの食べ応えしっかりある。ちゃんとボリューミー。ボリューミー。味しっかりしてるし、明太子もめっちゃいるけど、食べ応えがある山芋の明太焼きかも。しっかりめだよね、固まり方が。見えるのかな。めっちゃ明太子入ってる。うまこれ。うわ、うまっ。これめっちゃ美味しいわ。チェーンのは混ぜる感じだけど、このは食感はホットケーキとかに近い。あ、そう。ふわっとして、中緩いところもあって、明太子、うまい。鉄板だからずっとあったかくて美味しい。お酒が進む。どうもありがとう。完璧。これめっちゃ美味しい。完璧ですね。早ない。皆さんには来てもらって、ボトル入れてもらって、2人じゃないかな、2人だったらボトルじゃないけど、3人とか4人だったらボトル頼みながら、こうやって好きな濃さでワイワイガヤガヤありがとう。まあ、そうだな。バリスタって他に系列ないの？ここ以外ある。バリスタとしてあるんじゃなくて、ラムのお店が。このバリスタ業態としてはじゃあここだけなんや。俺の認識が間違ってなければ、ここが大久保駅の北口ら辺で、同じ通りの大久保ドル、新大久保側に行くと系列店の羊のお店がある。ラムのお店もやってる。こっちも結構人気店。理由はよくよくこっちに行く。あ、こっちだね。やっぱボトルも入れちゃってるし。まあ確かに使い勝手はすごい良さそうな。みんな来てね。
ちょっとまあ締めも頼みますか。そうしましょうか。ちゃんぽんおすすめなんでしょ。麺がおすすめ。じゃあちゃんぽんにしましょう。あ、そうですね。締めを頼んだんですけども、ちょっと他に気になるのがあって、ちょっとだけ追加注文させてもらいました。あの龍が離れてる間にいつの間にかね。けど選んだやつは正解だったらしい。マジで何も聞かずに頼んだけど、これ見て、まずパンパン明太子すごいね。これね、明太ちくわの磯辺揚げで、あのもう一個頼みました。おすすめのところで言ったよ、激辛デビルポテト。あ、終わった。俺はやっぱ名酒場として紹介してる龍が、このお店で食べたことないやつを食べてほしいなと思って。いきなりやりを間違えるパターン、いき慣れてるからこれねみたいな、思ってほしくないじゃないですか、新鮮な気持ちで。あんま辛そうには見えない。コンソメ感、コンソメ感ある。これが明太ちくわの磯辺揚げで、本当に明太子パンパンで安いのよ。580円という、これめちゃくちゃ美味しいです。周りに海苔が巻いてるんですよね。それ美味しいです。これ明太子相当使ってるな。じゃあいただきます。熱いですか。少ない。あんまない。明太子の量にびっくりした。うわ、ん、すごい。本当に明太子食べてる。ちくわ食べたことないぐらい。すごい。ちくわがまずでかい。やっぱ香りがいいな。うん。味噌で揚げ。うまいですね、うん。スープ出してくれるんだぜ。最高だろ。あ。はい、どうも。ということでこれね、ラスト締めでもつ鍋追加と締めってみて、締めがどっちとも値段が変わらんねやけども、これちゃんぽんにしました。400円と味噌がすごいいい匂いする。あと食べないよこれ。もちろん締めまで逆算するのに、結局味噌が美味しいってなったの。じゃあいただきます。湯気がカメラのなさが怖いよ。うまこれ、めっちゃコシがあるな、これ。あかっ。演技してるやろ。何年の付き合いだ、あなたは俺と。わかるでしょ。熱いよ。嘘、そんな熱くないねんけど。湯気見てる。まあ確かに。めっちゃコシがある。コシがすごいしっかりしてて、何年も締めまで食べてほしい。お味噌がやっぱ結構甘いから締めにすごいぴったりな。変に辛くないし。あ、うまっ。うまいけど熱い。うん、うん、最初に出してもいいと思ったけど、餃子頼んだら自家製のラー油入れた方がいいと思う。野菜も多分汁とかも出て上品な感じだったけど、そこにラー油足すとパンチが加わって美味しいんじゃないかなという。だってこれもでもいつも定番なんやな。味噌頼むか塩頼むかが多いかな。見てきてくれた人は味噌頼んでみてほしい。美味しいから。もうすぐ分かるわ、絶対牛味噌似てるって。いや美味しいわ。味噌食べてね。なくなったんで俺もこれおかわりしつつ、あとはゆっくり飲み食いしていこうと思います。ラストね、これで終わりましょう。この磯辺揚げダークホースぐらい量あったら、これね頼んだっすね。半端に入ってる。うん、おいしい。いや、うまかったでも。最高だった。今は夏やけど、冬になるとすると、こたつを出したりしてて、入りながら飲み食いとかもできるから、シーズンによったらそれ面白いと思うので、よかったら見てください。動画上は一旦ここで締めますけど、まあ、このちょっとゆるゆる飲みながらしようと思うので、ごちそうさまでした。チキチキチン。はい、ということでお会計しました。どうしたい？何やこの距離、どうしたい？楽しいな。酔っ払ってるのかな。いえ、まだまだボトル開けられますよ。あ、これはね番外ということで飲みますけども、え、近いな。まあ今日はでもありがとうございました。もうあの名酒場ということで改めてやっぱ来たけど、使い勝手良かったし、今回こんだけお酒も飲んで人よりは食ってると思うけど、まあまあ想定よりもちょっと下回ってるぐらいの。一人でももちろん楽しめるけど、いろいろ頼むならテーブルで4人ぐらいで来てくれるのが、そうやね、まあ、いろいろ楽しめるからいいかもね。駅も近いからついにね、東大元暮らしてるって龍の酒場紹介してねえじゃんっていうのに今回来たけど、いい酒場ってありがとうございます。なるほど、また飲みます。いずれちょっとね、自分で自分の名酒場も紹介した方がいいのかなと思って。確かにね、やってないか。やってないよ、ゲスト生まれしかないから。やりますから、今回のゲスト俺です。やろうやろう。あの大久保ね、この辺にもいろんな飲みあるし、ちょっと足伸ばしたら新大久保とかもあるし、新宿とかも行きやすいから、あんま来る機会ないかもしれんけど、よかったら来てみてください。以上、ナオタカとリュウでした。ありがとうございました。なんや
この締めあんまない、ね、新しいな。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。直高酒場、最高のビールが飲めるお店をついに始めました。樽ガス圧サーバーグラスを徹底管理して最高品質のビールが飲めるお店になってます。場所は西荻窪です。こちらもよければぜひ来てみてください。次の動画もよろしくお願いします。